おはようございます。3月12日午前9時34分モーニングショットをお届けしたいと思います。まずはじめに本日でございますが、まずドル円は非常に上値が重たく、戻り売りから、朝方瞬間80台までタッチする場面がございましたが、8590から105円台前半にかけて売り場探しというイメージを作っておりました。現在はもう40がちょっと割れている状況です。朝方の仕掛けはなんかそのダウの先物が買われて、それに連れてこう一緒に上のストップを狙って買い上げた向きがいたそうです。ユーロドルはですね、完全に 0.1% の利下げ織り込んでます。やはり上値が重たく戻り売りで考えたいと思いますが、 1.13 超えると瞬間的にストップあるかもしれません。跳ねるのをちょっと待って、1.13 超えるか超えないか見ながらですね、1.12 の97ぐらいから0.710ぐらいまでの間で、売り場を探したい、そんな風に思います。ユーロ円118円の2535で、売りから入りたい。ポンド円は134の、5060から売りでと思っていましたら結構下がってしまいました。オージー円は68円の1525で売りイメージ。あとニュージー円も66円の手前から売りイメージで、どっか少し手前で打診売りをオージーニュージーともにしてっていいかなというふうに考えています。黒線はドル円が下がればですね、連動して下がるようなイメージ。コアレンジ104の2585でイメージをしておりますが、まず売り先行で入って、ちょっと85まで今現状ちょっと戻しにくい感じになりました。6570でも叩いて売っていくようなスタンスになってるかなという気がしております。下104円の、昨日のニューヨークの安値23、あと東京が10でございますので、20から10台は、一回しっかりとリグリューして、流れを見なきゃいけないというふうに思います。まだめちゃくちゃベアではないんですけど、揉み合いながらもやっぱり上値が重たくなると、その6円手前が重たかったという事実認識ができて、そこから、材料によっては3円台へ、狙っていくような、流れになるのかなというふうに考えてます。1日にもう3円上がってとか3円下がってとかっていうのは毎日繰り返されるわけではないので、ある程度のところでしっかりやっぱり利食いを入れていくべきかなと、そんなふうに考えております。それでは、本日もよろしくどうぞお願いいたします。これで、モーニングショット終了です。